さあ今日はご機嫌に行こうぜみんな。エピソードエネミーソリッドトーラスリベリオン、めちゃくちゃかっこいい名前。近隣の冒険者安全な場所、ヒー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 退避あこいつかよ。王戦のアジン、さあアジンっていうアニメ知ってる？結構面白いんだけど、まあ絵が好みがあるけどね。さあ 101? ちょっと待ってえ、ちょっと待ってよ、 101? いや聞いてねえぞ俺。これフィールドの攻略を進めようとここに来たんだけど、え、これやばくない？ちょっと待っておじけづくくんひろ、いやこれ多分ダメだろ、絶対これクリアできない。待てこれプレミアついてきてるからさ、俺結構慎重にやってんの今。とりあえずうちのびっくりマークのとこ行こう。これはなんか手違いだと思う。101はさすがにやばいだろ。あ、なんかここ地面がちょっと違うね。あ、いけたいけた、スルーできた、よかった。これね、あのね、この砂とか雨っていうのはね、動画にとってかなり悪影響なんですよ。エンコードに時間かかるんだよこれこれが竜巻で近づけない、うおー、果敢に行くねちなみにこいつバカって言うんだぜ。はい、コッパミジンじゃなかった割といい武器つけてんな。そう、この人がつけてる武器ね、かっこいいじゃん。俺もつけてんだよ、さっき出たんだよ。てか盾かっこいいなこいつ。さあこれで何かがあるんだろうな。導き風のタリスマン、違うな多分。があればここへ通れる。あ、それ集めてくるのかな。また次は目開けないの結晶のあった洞窟がある。ん、どこ？そこを西に抜けた先に死神のモンスター。あー、なるほどね、そいつが持ってんのか。よし、じゃあとりあえずこれを取ってきてやろうか。ゲブルナロアトチェ導とちょい漢字が読めないなーね。よし、とりあえず行こう。俺じゃあ突っ込むぜみんな。あ、いけないのかーい。グッジョブ。ん？アイテム手に入れたけど汚れたになってる。どういうことだ、俺が手にしたからか。なわけねえよな。このままじゃ本来のアイテムの働きはしない。水で洗うオアシスか。じゃあそこに行くのかな。ん？向こうに人がいる。あれ、あれ、ジェ、これはジェネコーダー。てか戦わせてんのかよお前、足細いなずいぶんまともになってきたじゃねえか。ありがとうございます。ジェネシスと、もう一人の女神、彼女にモンスターの相手をさせているのか。プレミアは自ら戦闘を教わりに来たけど、彼女の場合はどうなんだ。まあジェネシスが戦えって言ったんだろうな。ジェネシスに強制されて戦っているのか、それとも自らの意志で戦っているのか。あ、やっぱホクロない。ガー、あ、やばい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 、お前助けるんか一応優しいないや、モンスターの叫び声、これちゃんとついてたっけ前から。使えねえな、褒めたらこれかよ。ありがとうございました。いや、なんか、いたいた、探したぜ黒の剣士。何なんだてめえら。あれか、お前に借りを返そうと思ってな。やっぱ恨み系か。さすがに好き放題やられて黙っていられるほど人間できてねえんだわ俺たち。ああ、あの3人オレンジカーソルだ。つまり犯罪行為を厭わない連中。ひょっとしてジェネシスを襲おうとしているのか。俺たちの攻略を邪魔しておいてゲームをまとめに続けられると思ってんのか。そんなにお前ら偉いやつなのか。ああ、俺がモンスターを倒したら顔を真っ赤にして切りかかってきたゴミどもか。お前が横取りしたからだろうが。相変わらずだな、そのムカつく口の聞き方。ムカついたらどうすんだよ。俺を倒すとか言い出すんじゃねえだろうな、おい俺さ、最近あのフェイトのアニメをさ、まあ、今ちょこちょこ違うのを見てるんだけどさ、いろいろね。
すげえ雑種だな、雑種って言いそうな感じなんだけど。生きがってんなよガキが。どうせでけえ態度ができるのはゲームの中だけだろ、おばっちゃん。ゲームの外ででけえ態度ができりゃ偉いのか。ゲームで勝てねえから現実を持ち出すとか、え、小物っぷりをいちいち披露してて受けるわお前ら。ちょっと待って、今さあ両方ジェニスになってなかった？これジェニスが両方喋ってんのか？てめえ！あ、え？なんだよこいつ。守るのか？私が相手になる。え、どういうこと？なんだてめえは。おい待て、こいつ NPC だ。NPC？ じゃあこいつごとぶった切ってやろうぜ。落ち着け。ブルーカーソルはまずい。ペナルティが半端ねえんだ。NPC を盾にするなんて随分とせこい手を考えたな。戦う？戦わない？おい出直そうぜ。絶対にお前をこのゲームから追い出してやるからよ。これプレイヤー C は冷静だったな。これどういうことだ？ジェネシス守ったぞ一応。戦いになりませんでした。調子狂うわ。おい先に進むぞ。はい。いやこれ予想外だね。彼女の行動はどう見てもジェネシスをかばうものだった。それが命じられてのものなのか彼女の意思だったのかは分からない。どちらにしても彼女もジェネシスと一緒にいることで確実に影響を受けている。プレイヤーがこの世界に及ぼす影響、それは俺にだって同じことが言える。この先どうなるんだ。イベントがちょっと起きちゃったけど、まあ、また先に進みましょうか。ここだね、次オアシスだ。水源だって。ちょっと待ってよ、あいつらもう、てかあいつら何しに来たん？ここになんかイベントあったっけ？とりあえずあれか、クエストというかマップを攻略してるってことかな。いやー、向こうのプレミアの名前ってさ、なんて言うんだろうね。いや多分ネタバレになっちゃうんだろうけど、プレミアじゃないよね。プレミオ？プレミオ？男になっちゃったな。でもあれか、プレミアってつけたの俺、うちやだから、あ、必ずしも同じ名前とは限んねえか。オアシス遠いな。じゃあそこまで行くぞ。さあ、このオアシスだな。まあ、ここで、ゆすいだら、汚れが取れるっちゅう話も、また単純なもんだけどね。お前、ちょっと待って。キルト君、下着まで濡れてんぞ。オアシスによって、清められた。あ、これでいいの？あら、ずいぶん簡単なクエストだね。アイテムが変化。あの竜巻のとこに行ってみよう。はいはい、これでコンプリートだ。ん？あ、なるほど、こっちにバリアが張られるのか。あー、そういうことね。竜巻がなくなるんじゃなくてこっち側に守りがつくのか。それで選ばれし者だけは入れると。でこの竜巻やべえな、めちゃくちゃかっこいいよな。さあ中に何がある？てか中にねボス部屋があると思うんだけど、かなりワープゾーンが密集してたんだよね。おお、すごい。アデルザーネード完成塔っていうのかな。仮想って書いてあったから中層上層ってあるのか。ちょっと待ってよ、ちょっとマップ見よう。これね、ほらほらほら、123、あ、一番上になんかあるぞ。よしよし、とりあえず一番上までいっか。適度にカット使いつついきましょうかね。それ敵がねなかなか強いんだわ。まあ相変わらず。あ、でも、レベルが1、2ぐらい上がったから、あれだな、さっきね、来た当初は、もう本当にみんな赤だった、名前が。かなり恐怖だったよ。てか、マップ見にくくね？合ってるね、こっちへね。とりあえず、青い旗、宝箱とかも開けたいけども、これね、動画中だからね。なんかあれだね、青い宝箱とか赤い宝箱って、生放送とかで、なんていうの、喋りながらやりたいよね。やっぱ一つのボスにね、10分ぐらいかかるんだよな。あ、てかこれあれじゃん。ワープ式じゃん。これいけっかな。これ結構時間かかるタイプなんじゃねえの。とりあえず行くか。さあこれで中層に行くのかな。そんな簡単じゃねえか。これで中層に行くんであればトントン拍子だけど。さあなんか待ってて、やべえの来たぞおい。ちょっと待って、83だと。こいつ行くか。ただこれプレミア倒されて、まあ復活には別に復活できるらしいんだけど、
これでさ、俺が死んでさ、みんな死んだらさ、やばいよな。いや、男くん拾いくぞ。まずこれ麻痺できるかな。麻痺させたいんだよな。ニスっておい。ニってやべえな。あ、でもそんなに食らわねえ。てか相手も食らってねえな。これまずいな。確実にレベル不足もいいとこか。お前飛ぶか。そう、まだ覚えてねえからな、技。まだまだ未熟ということか。あー、来たけど、おそらくこれあれか。こいつは倒せよってことか。なんだろうな、黄色のライがいっぱいいるから。あと技取ったんだ、そりゃ新しい技。これこれこれ、ボルディッシュアサルト。これめちゃくちゃかっこいいんだもんな。なに、リズ死んだ。違うな、違う違うな。リズ死んだらやべえぞ。あ、敵そんなに強くねえわ。多分このクエストに出る敵は、ね、弱いな。ついノラでいる敵の方が強えわ。さあこいつスイッチでいくぞ。リズどこだ。え、リズ手前の敵と戦ってね今。よっしょい。甘いです。あ、こいつ勝てえわ。ちょっとやばい、まずいぞまずいぞまずいぞ。やるな。これ麻痺すんねんな、これな。分かったわ。硬いのこいつ。え、38だよね。あ、でも一応ネームレなのか。よいしょ。さあこいつ倒すぞ。一応ガンガンいきますよ。連携連携連携、相当スキルコネクト。ここで使っていく。麻痺しないな。やっぱこういう敵麻痺しねえのかな。できたらしてほしいんだけどね。てかリズどこだ。お前どこにいんだ一体。あ、後ろか。でプレミアさ、あんま戦わないんだね。俺なんかやってて思ったんだけどさ、あんまりね距離を詰めないんだよね、プレミアだけ。まあこれ見ての通りなんだよ。さあいけ。よし、ガンガンやるね。ここは楽勝だな。まあこいつ倒さなくてもいいんだけど、念のためね。これソードスキルでさ、まだスターバーストストリームと取ってないんだけどさ、早く使いたいな、やっぱりな。どんな技か知ってても、やっぱ使いたいよね。さあみんなやっちゃってくれ。あとやっちゃってくれ。オッケーオッケーオッケー。レベルアップしたわ。こいつも倒さなきゃいけなかったやつなのかな、ぽいな。あ、ぽいね。なんだよ。あ、そういうことか、封印されてたのね。はいはいはい。何が倒さなくてもいい敵だ。俺なめくさってこと言っとったわ。じゃあ上行って、次上層なのかな。あ、なんか青いのついてるぞ。なんだあれ。ここも倒さなきゃいけないのかな、ぽいね。やりましょう。任せてください。あ、やべ、またちょっと待って。なんか、え、なんだなんだ、なんか俺ち変なことしてる。やばい。もう全てがわけのわかんない。なんか太鼓って書いてある。何やってるんだ俺は。もういつもなんかね、たまにさこれぐちゃぐちゃになんない。さあこれで、さあこれで、ワープゾーンが解き放たれるぞ。解き放たれないと。くそ、もう一体か。ダッセーな俺な。さあ封印が解き放たれましての、でっかい敵がいたような気がするんだよな。あれなんだろう、青いの初めて見るんだけど。初めてかな、初めてだよねこれ。なんだ、え、こいつか、こいつか。63か。え、待って待って待って、いっぱいいるんだけど。なんかどういうこと？え？このライガーも？かな？こいつらってこと？倒さなきゃいけないのかな？なんだろう？とりあえず先に行っちゃおうか。あ、こっちにもいる。あれかな？普通にいるけどちょっと強いですよ的な？なんなんだろう？今表示変わったとかそういう系？あれ、ちょっと待って、俺さ、向こうの石やってきてないかもね。まあいいや、行こう。さあ、これで最上階だ。最上階に待ち受けているのはですよね、ボス部屋っぽいね。あ、なんか黄色いマークがある。とりあえずボス部屋行くか。待って、ボス部屋っていうか、あの話だけ聞くか。あー、でもワープゾーンがあるな。あ、でも行けるか。あ、ボス部屋来た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 。レイド参加者、うん、もう少し参加者がいないかな。え、うちらはボスの前に、あー、やばい、始まっちゃった。ちょっと待って。プレミア置いてこなきゃ。相手の名前は、アビス・ザ・インペリアル・トーラスと、グランザ・アドミラル・トーラス。強そう。ボスを2体同時に相手にするため、難易度も高い。合体だと？こいつら合体するのか。その際、前動作として、定位置に移動開始。どちらかの動きを止めれば、なるほど、なるほど。
2体とも弱点は頭、普通に攻撃しようとしても位置が高い。左足、右足を、あ、膝か、崩してダウンを奪ったところで頭。なるほどね、俺の苦手なタイプだこれ。待てよ、特にないけども、待て、まだだぞ。え、あれ、君って前のフィールドで本当のボスを見つけた人。うん、なんだ俺有名人かよ。まあ、こんなお姉さんにレイドを組んでボスに挑めばどうするかな。待て、やめとこやめとこ、まだやめとこ。お前ら聞けよ、逃げてるわけじゃねえんだ、ビビってるわけじゃねえんだ、プレミアは置いてくる。ということで次回もよろしく、バイバイ。